あ、さやかはね、要するに加藤明日香はね、もうみんなが知ってる場所におらんはずやから。ね。で、まあ、この、まあ、大体もうすでにおらんはずやで。オリンピックとか言ってるあたりでもおらんはずやね。そもそも。で、まあ、さやかに関しては、それは日本政府もずっと見合ってるし、あったと。風が強いな。ほんで、足立区役所も、もちろん。足立区議のあの発言って、加藤明日香を意識して言うと発言やね。LGBT 運のな、あの話はね。言うたよ。それ、お前の姉ちゃんどうすんねんって、うちのことな。お前の姉ちゃん女子に戻さんと世界滅びるやろっていう意味やね。足立区議が。加藤明日香に当てつけみたいに言っただけ。な。で、何アメリカ政府ももちろん分かってるし。な。当たり前やんか。で、EU もね、分かってる。まあもう国際連合もそうなんでしょうけど、あの国際連合よりも EU の方がな、機能するからな、こういう時は。もちろんやけど。国際連盟やから、ね、EU は。国際連合はあるやろ、今。昔国際連盟ってあったやろ。あれ、今の EU やから。今の NATO、EU、NATO な。あれ、国際連盟で。違うと思ってた。な、だから、さやかあんたのところはずやねん。な。だから、探しても無駄無駄。ここにもらわら。危険やんけ、この家。しかもなんか、ずーっとグーグー寝てるかと思えば、どっか出かけようとした時に、うちやったら簡単に出かけれるから。あやせと違って。楽勝で出かけられるから。たじみやったら。だから聞いてるわけないやろ、こっちに。でほんで、構成のカール見とんのやろ？おらんって分かってるくせにな。さやかはな。ちょんちょんってなんでちょんちょんやん、それって。